西本志士は、奈良県出身。日本の実業家。奈良産業大学卒業、福島宝山グループ代表、福島工業グループ代表、貸しビル、倉庫業、リサイクル業、廃棄物処理業、ビル管理業、航空機貸し出し業、建物解体業、建設業、農業、林業、事業投資業等を経営。2005日本経済新聞社にて、 日本初マッチングビジネスネスモデル設立で紹介され、過去には回転寿司や観光バス業や物流業、経営コンサルタント業なども経営していた。30歳の時には、アライアンス、M&A の専門会社を設立し、上場会社17社、中小企業23社、欧米投資企業や M&A、M A、監査法人等と包括的な業務提携を結び、企業顧問や、 各企業の役員等に就任。2012年には法人11社で社団法人を3社設立。廃棄物収集、古紙、建物解体、農業、ビル清掃、建物土地賃貸、コンサル、イベント管理、IT、物流等の事業を運営し、年商約54億円。グループ総数8社と出資、持ち株会社5社、年商21億円。 従業員数約157名。2009年には、ヘラクレス上場企業、ワールドロジック株式会社年賞約350億円役員に就任し、マレーシア国名予領事パトダと、大塚大阪事務所代表や、日中貿易促進協会大阪代表や、NPO 法人日本パラリンピック支援機構顧問、等に就任していた。元伊藤忠商事会長。 瀬島隆造氏が開催していた不遊会の文下生として在籍。川島達彦氏が設立した BLT 会にも所属。一時期はロスチャイルドジャパンに参加。32歳の時サーベラスジャパンの関連会社にて活動。当時運営していた回転寿司会社に屋敷高人氏の実刑が取締役として就任しており、屋敷高人氏とも交流を深めた。 2020年には、西福寺事務総長にも就任。星野千一の講演会の立ち上げメンバーとなり、公式サイト、星野千一男塾を設立。また平田勝夫の講演会も立ち上げ、掛布正幸。さらには高野花親方との出会いにより2015年3月に、高野花一門講演会の設立メンバーとしても、活動を行っている。現在は、 玉のイベや講演会メンバー。月定法制止を中心とした寄せ、大阪福島令和定を設立。35歳で日本中央競馬会馬主となる。鹿児島シティ FM のフレンズ FM で、ラジオパーソナリティとして、レギュラー番組を担当。その他グループ23社役員就任、社団法人関西経済同友会、社団法人阪神馬主協会、 社団法人兵庫県場主協会、社団法人東京都森林組合、社団法人日本外交協会、社団法人佐賀県場主協会、社団法人北海道場主協会、社団法人神奈川県場主協会多各団体。ありがとうございます。